お待たせいたしました。3位決定戦の2試合目、ブルーサイドがヌルゲーミングで始まります、ダブルバンですけれども、まあ、ライラを開けるスタイルが多いですかね、ヌルゲーミングは。そうですね、ここは、まあ、ロナオバンスのが多かったでしたっけ。ロナオバンスの多かったですね。なので自分たちからロナオバンするっていうのも可能性としてはありますよね。ですね、レッドサイドはロナが強いと踏んでいるであろうヌルゲーミングらしい一番ですよね。うん、ここもロナからバンしていきましたね。となるとここライラバンするかブラックフェザーバンするのかという展開になります。まあ、ライラバンすればまあ、ブラックフェザー取られて自分たちはアーダンが取れる、まあ、そうブラックフェザーバンすればライラ取られてアーダンを取るという形になると思うんですけど、完全にそれ狙ってますよね。そのバンされたのに対して空いている強力なヒーローを確実に1体取れるので、これはアーダンかブラックフェザーのどちらかですが、ブラックフェザーにしましたね。選んだのは、まあ、そうですね、ライラをバンしてブラックフェザーピック。さあこれクリエイターとしてはロナがいないのでボックスをとここで取って確保するのか、アーダンという強力なキャプテンを確保するのか、どっちを優先するかっていうのは、強力なキャリーヒーローに対して強力なキャプテンヒーローで対抗するか、もう真正面からこのブラックフェザーというヒーローを受け止めてそれの対策を選んでくるか、まあ、大事なファーストピックですけれども、かなり選択肢が、まあ、その2つがどちらもいい選択肢です。ですね、バンさ、取らなかった方は確実にバンされると踏んだ方がいいでしょう。さあ選んだらボックス、先にやっぱりキャプテンよりもこのキャリーを、取らなきゃダメだったっていう選択をしたので、まあ、次、まあ、アーダンはほぼバンされるものだと思ってで、考えてのバン&ピック、このバン考えたいですよね。ですね、自分たちの最終形そして相手の最終形を読みながらの、ここのバンというところを選んでいきたいんですけれども、まあ、このブラックフェザーどちら使うかもわからないですからね。うん、消し取れるいいですね。まあ自分たちボックスをやるときはやっぱり今ボックスのカウンターとして、まあ、バロンが挙げられてますけど、やっぱりボックスより長い射程でダメージを与えてくるキャラクターっていうのがボックスにとってきついので、まあ、この消し取れるという番の判断もかなりいいと思いますし、まあ、バロンでも良かったと思いますが、まあ、ブラックフェザーと消し取れるに睨まれるとちょっとボックスもねやりづらい相手かなという印象でした。まあ、2人のポークはかなりきついのは間違いないので消し取れるを消して、そしてヌルゲーミング、ここはアーダンが定石になると思いますが、たまた変えてくるかが、ここは変わらずアーダンをしっかりとバンしてきたヌルゲーミング。となるとランスのピックになりますかね、それかキャサリンのピックあたりの、まあ、キャプテンのピックになると思いますが、キャプテンを取るのは、まあ、ほぼほぼといったところなんですけれども、まあ、何を取るかですよね。まあ、チームクリエイト、まあ、いろんな、ね、キャプテンヒーローを使ってくるプレイヤーですので、さあこれは取り上げる意味合いもある、ピンピック取り上げた、まあ、なかなかビビマーシーが使うキャラクターではないですけれども、まあ、ヌルゲーミングの核になっているこのキャプテンフィンを取り上げることで相手のバーンドピックっていうところをやりづらくしてますよね。さあマリオ JPN はこの、まあ、3ヒーローがない状態でどのキャプテンを選んでくるかですね。なかなかそのフィンがやっぱり開くことが多いので、大体フィンのピックが多かったと思いますし、ですね、この先はあんまり見てないですね。ないですね。でフィン取らない時っていうのは大体アーダンからイラが空いてる時なので、この3体以外のキャプテン何をですね、まあ、ランスだったりキャサリンだったりも空いている状況ですけれども、うん、まあ、ランスキャサリン全然いい選択だと思いますが、アダージオは確かに昨日出してましたね。アダージオ、まあ、ライラの対抗に出しているのかなと思いましたが、ですね、単純に、ね、強いヒーローという評価なんでしょうね。昨日はライラの対抗策としてこのアダージオをピックしていましたが、まあ、ライラいない中でもこのアダージオをピックしてきたということは、ウェポンブラックエザーの可能性が高そうですかね。まあ、非常に相性がいいですよね。まあ、ここもう一度スカーフとかでもいいと思いますけどね、ボックスの外から殴れるので。いや、バロン、キャリーバロン、ジャングルブラックフェザー、いや、まあいい選択でしょう。あのボックスを遠距離から叩ける2枚を並べてっていうのは非常にいいですし、いや、隙がない構成ですね。このフィンというキャラクターの足の遅さというのがこのバロンに届かないっていうところではかなり厄介なので、まあ、フィンを生かしづらくなりましたね、クリエイトとしては。となるとやっぱり機動力のあるメレーヒーローじゃないとこのバロンに対するキャッチというものは難しそうですけども、カカなどを上げてもいいと思いますね。ちょっとライムじゃ無理かなと思いますが、フォートレス選んだらフォートレス、確かに機動力は高い、そしてボックスとの相性もいいですね。まあ、フィンとの相性というところが、まあ、ちょっと疑問視は挙げられますけれども、まあ、ちょっとフィンとの相性は悪くなってしまいましたが、でももうしょうがないというか、相手にフィンを取られていた時の方がむしろこのフォートレスボックスって前に出る構成でバロンを相手にしていて、もしアダージオのところがフィンだったらと仮定すると相当硬いですよね。
フィンの壁の後ろからオンポイントとバロンの、まあ、通常攻撃で飛んでくるとなると、ちょっとそのフィンを飛び越えてバロンに行くっていうのは難しいと思いますが、まあ、不動の要塞ですよね。まあ、今回 の、 アダージオであれば自陣にスローを入れて強スローを入れるくらいしかその相手を止める術っていうのはないので、まあ、比較的バロンには飛び込みやすくなりましたよね。確かにアダージオはね、まあ、ピール比較的できるヒーローではありますが、他のヒーローに比べるとやはりねキャプテンとしての性能は物足りないという印象をどうしても受けてしまいますね、まあ、ちょっとねそのどちらかというと攻撃的なキャプテンですよね、まあ、B スキルが自分の、まあ、味方もしくは自分の攻撃力を上げる通常攻撃の火力を上げるっていうスキルなので、やっぱり今キャプテンっていうのは、まあ、攻守両方に使えるスキルを持っているっていうキャラクター多いですから、まあ、特にランスとかそうですけど、まあ、守りにも攻めにも使えるっていうのが強いで CC を持ってるっていうのが今やっぱり評価されてるゆえんですが、このアダージオは、まあ、CC も薄い、攻守両方に使える技も薄いとなるとやっぱり評価薄いか、低くなるかなってところなので、まあ、マリオ JPN がどうこの年里を守れるかっていうところはめちゃめちゃ注目点になると思いますし、試合のターニングポイントになりますね。かなりトリッキーであります。キャプテンアダージオを選んできたヌルゲーミング、果たしてそれをしっかり成果として出せるでしょうか。お待たせいたしました、ヌルゲーミング VS チームクリエイト試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがヌルゲーミング、アンケートの結果はそのままという形となっております。まあこのキャプテンアダージオの使いづらさの点といえば、そのピールといえばスローがあるんですけれども、それだと回復を自分に打たないといけないというその、まあ、矛盾ですよね。ちぐはぐですよね。で、しかも前に出てくれるキャラクターがいると A スキルも B スキルも活かしやすいけど、自分が前に出て、まあ、攻めるときは前自分が前に出て相手に強スローをかけるとなると自分がむき出しになるので、そこからでしかも自分むき出しになるのにかなり柔らかいっていうところで、まあ、そこもかなりやりづらい矛盾点になってますよね。ですね。その回復の使い方っていうのがかなり難しいヒーローという印象がありますので、まあ強力なヒール能力ではありますが、まあ、的確な場面でねしっかり使いこなせるかどうかというところがヌルゲーミングのこのキャプテンアダージオのポイントになっております。まあ、やっぱり単体しか回復できないっていうところがライラや、まあ、特にライラとの比較になった時に大きな違いですよね。まあ、どうしてもねちょっと物足りなさというものを感じてしまいますよね。さあ最初のエルダートレントはヌルゲーミングが獲得いたしましたが、まあ、このフォートレスがねある程度育つ前に、まあ、少しでもジャングル戦は制しておきたいですよね。そうですね、ジャングル戦逆に言うと制しておかないと中盤から後半にかけてこのセラフのフォートレス暴れるっていう展開も大いに考えられるので、まあ、そこどれだけ耐えられるかっていうのは、むしろ押せるかっていうのはヌルゲーミングの課題になりますよね。アフターショックブラックフェザーに今回も行くと思いますから、まあ、非常に中盤強い、ビルドパスを選んできております。さあこのアフターショックブラックフェザーがどれだけねヒット&アウェイのような動きで、まあ、両チームのキャリー陣たちを抑え込むことができるか、かなりねポーク性能もね十分高いですからね、アフターショックでも、まあ、ポーク性能は最低限度持っておきつつ飛び込んだ時のメレーとしての能力をより上げたっていう印象のあるビルドのパスなので、まあシャターやブロックミスよりも近づいてからのバーストっていうダメージを出しやすいっていうところはやっぱりこっちのビルドの方に分があるかなと思いますね。アサシンのような動きができるというのがねかなり強みになりますよね。さあ現在2分30秒、2匹目のエルダートレントもヌルゲーミングが取ったようですけれども、3匹目を今待ってますかね。さあこの時間でもう湧いています。これはソングハナがまたしても一人で悠々と枯れるというところ、やはり周回のスピードというものが段違いですからね。フォートレス一人だと足が遅いヒーローですからね、なかなかファームも、まあ、早いかと言われるとそんなに早いわけではないですからね。単体にしか攻撃できないので、ストームガードの旗を積んでようやく人波、まあ、それよりちょっと上といったところですかね、まあ、人波くらいでしょうね。やっぱりこの単体にしか攻撃が入らないっていうのがこのフォートレスのファームが遅くなってる要因だと思うので、まあ、その間にねアダージョはボン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 このオンポイント使って複数人にねファームができるというところの速さがかなり出てますよね。さあ現在3分30秒ですが、全てのエルダートレントはヌルゲーミングが獲得した状態となっております。一応もう一回湧きますねこれ。さあこれで幻の4つ目のエルダートレントがそろそろ湧くと思うので、
さあ狙ってるのはただクリエイト側が狙ってますね。クリエイトも分かってるみたいですね。さあ必死に駆けつけましたがまだ湧いてない。さあこれはちょっと取れないですかね。10秒しかないので。さあ幻のエルダーですけれども、4匹目はここチームクリエイトどうだ、獲得するか。いやーさすがにちょっとお見合いになりました。3秒ではもう取れませんとなると、ここは幻となっていくということですね。さあここでジャングルが活性化いたします。アフターショックまではあと少しといったのがヌルゲーミング、対してストームクラウンももう間もなく完成します。お互いのジャングラーはコアアイテムが完成する頃合いでしょう。トシサトも、サローブレードが完成する。対して今回ボックスはどうでしょう、ブレーキングポイントに行きますかね。んだと思いますね。やっぱり近づいてバーストで倒さないといけないので、まあ、今流行ってるブレーキングポイント、トルネードトリガー、タイランツとかのビルドになりそうですかね。バースト系のボックスのビルドパスというわけですね。さあこれでしっかり対応ができるか。アタックスピードを重視すればこのバロンに対しても負けないぐらいの、ね、火力を持つことができますからね。まあ、近づけばあの勝てると思います。さあしかしソングハナは対ボックスがかなりうまい印象がありますからね。このチームクリエイトのアフロディーテ、このソングハナの圧力に対してアトラスの健康などをしっかりと回避できるかがポイントです。さあブレーキングポイント入りましたね。ただまだこの1手目だけではそんなに強いビルドではないので、アフロディーテ選手はまだまだ本領発揮とはいかないでしょうね。ですね。これでようやくといったところです。まあ、2手目が入ってようやく火力としてはだいぶ出てくるかなっていうキャラクター、そしてビルドパスなので、まだもうちょっとファームの時間を設けたいと。お互い、まあ、ゆっくりな試合展開ですね。まあハードキャリーを抱えている両チームですから、特別急いで攻める必要のないといったところですよね。やっぱり中盤以降の集団戦が大事なキャラクターが両チームにいるので、まあ特にこのフォートレスと対して、バロンですよね。中盤終盤のところが大事なキャラクターですから、まだまだ我慢の時間帯っていうのはお互い、まあ、ゆっくりファームをする時間帯が続きそうですね。うん、フォートレスは比較的、まあ、バロンに比べるとパワースパイクは早いんですけれども、そこまでねその立ち上がりが早いヒーローではありませんから、ここのアフターショック積んだタイミングなんかがまあ戦える時間帯でしょうか。アフショから先に来ましたね。対人ダメージを上げるのであればストームクラウンよりもこのアフターショックから先に積んだ方がいいので、まあ、今回はより早めに、まあ、レベル6に合わせて集団戦を見たようなビルドパスにしてきましたね。さあ火力は十分、ソングハナにも負けじと対抗できているような状態。さあ家電粒子砲はここは中心。さあジャンプジェットも使ってかなり速い、とんでもない勢いで追っていった。クイブラもらいますが、さばきの歌はここはフォーライトカンパニーでずれてしまったがダメージを与えるのみ。さあここは再生の泉まで使って引き切ります。さあこれによってファーストタレットがかなり押されてしまった状態になりましたチームクリエイト。だがこの押している現状をうまく利用して相手のミニを奪っていきますが、さあかなりのダメージが集まっている。だがここはアフロディーテがしっかり睨んでいます。かなりのダメージが入っている。フォースターコードでパスタを捕まえている。ジャンプジェットもない。ここはしっかりキャッチ。ファーストブラッドを獲得したのはチームクリエイト。さあこのクルーシブルがない状況をしっかりと生かすことに成功。フォートレスの速さを生かしたダブルキル。まあ、この追撃戦の強さはフォートレスの強さですよね。ですね。仲間も早くできますからね。さあバラン革命でクイブラ回避しているがボックスがフリーで殴れている現状。さあなんとか X セラフだけでも落としたいが耐えられてしまって結果3キル。いや非常に大きい3キルになりますね。しかもその2キルがボックス、1キルがフォートレス、しっかりとキャリー陣にお金も集まっているので、これは相当クリエイトとしては美味しい美味しいお金を獲得することができましたね。お金差はそこまで大きくはありませんが、大事なファーストタレットを先行しておったチームクリエイトが、有利を取ったと言えるでしょう。さあこのままの勢いでねクルーシブルは完成してしまいましたが、しっかりとしたイニシエイトがあればこのバロンを一瞬で落とすことも、容易だと思います。さあそして両キャリーともに2手目は出来上がっていて、さあアフロディーテもここからアタックスピードが上がりクリティカルも乗ってダメージとしてはかなり、まあ、先ほどもねいいダメージは出ていましたが、それ以上により大きなダメージを期待できる時間帯になってきてますから、クリエイトとしてはこの波を切らさずにまだまだこのバロンを、まあ、潰しに行く動きをしないとまた後半ね、逆襲待ってますから、どんどん押したいですよね。ですね。しっかりとクリエイト側ここで掴んだリードを生かしたいところですが、ただオンポイントがかなりのダメージ。家電粒子砲どうだ、2ポイントだが危ない。ここはタレットのみで終わる。
いやこれクルーシブル使いましたかね、家電流暢に。しかも、まあ、ヘイリングフラスコまで使ってなんとか守ったって感じでしたかね。なるほど、それによって家電流暢のダメージはほとんど入っていなかったわけですけれども、さあ金鉱山やっている群れの襲撃は使っていないですが、まだ残ってますし、ボックスも今全力で駆けつけてますよ。さあかなり年里に貼り付けていますけれども、ソング花もしっかり睨んでいる。これは金鉱山スティールし合戦だが、引っ張った、引っ張っている。年里なんとかジャンプレットで回避しているが、取ったのはボックス。さらに状況は分が悪いが、さあ裁きの歌の気絶を回ってしまった。これによってアフロディーテかなり動きが止まっている。先ほど吐いたクルーシブルがここで影響した、やだとなってしまいましたね。クルーシブルがあればあれを防いでボックス無双ってところです。トリプルキルすら見えていたんですが、先ほど家電流暢のところで吐いてしまったのがだとなった。いやそうですね、早めの集団戦になってしまったのは予想外だったでしょうか。これによって1キルを取ったらヌルゲーミング。ただ1キルと金鉱山の交換ならば美味しい交換になったのはクリエイト側ですね。ですね、この後、何かしらにつなげられてもいませんので、お金だけを考えたらチームクリエイト、ここはうまくやったと言えるでしょう。まあ、非常に美味しくお金稼いだだけって形になったので、まあ、まだまだ小さいね、1K 差しかないお金差ですから、この小さなお金をもっと大きな利益に上げられるかどうかっていうところがここから先クリエイトには求められてきますね。まだ自分たちが強い時間帯ですからね、そこを生かして、落とし切りたい。なんとかバロンの成長を遅らせておきたいところです。やっぱりボックスかなり火力は出ていたので、まあ、あれもスタン食らってなければボックス勝ってたでしょうし、かなりバロンに対してもやはり勝てるポテンシャルを持っているのは間違いないですから、まあ、今このブラックウェザーに出来上がったアトラスの健康には注意が必要ですか。ですね、ついにアトラスの健康完成してしまいましたので、まあ今まで通り簡単にはいきませんけれども、これがアトラスの健康を回避することができるのであれば、まだまだこのボックスは強いですよ。そうですね、まだまだ火力は見込めると思いますし、大きなダメージを出すことができるキャラクターですから、アタックスピードをね非常に特化したビルドパスにしてきたので、本当にこのアトラスの健康に対するね存在はかなり大きいですよ。まあ、あの反射ブロック積んでませんから、どうにかかわすか、まあ、アトラス当たった後に時間を稼ぐかしか今のところはないんですが、それができればいい形が作れるかなと思いますし、まあ、ここでもしかすると反射ブロックを積んでくるかもしれないですね。ですね、インフュージョン使って反射ブロック積みましたね。さあこれでアトラスしっかり反射しつつ、戦うことができれば大きなダメージを期待できますね。非常にアタックスピードも高く、クリティカル率もある程度ある、このボックスという状態ですから、バロンに対しても負けないんではないでしょうか。いやもう触れれば勝てますね、ボックスの方が勝てると思います。まあアトラスがあるとちょっときついですけど、まあアトラスさえかわしてしまえば完全にボックスの勝ちだと思うので、いい形を作りたいですねクリエイトとしては。逆にヌルゲーミングはちょっと近づかれて、やっぱりアダージオのそのピール性能っていうところが難しさっていうのが出てると思うので、まあ、ここもう一回うまく守っていきたいですよね。さあフォーストアコード狙っていましたが、しっかりフレアで金鉱山チェックしながらその警戒も怠っていないというような状態です。さあ12分が経過しております。お金差はほとんどない状況ですが、まだチームクリエイト側も戦える時間帯、ここで何かしらの差をつけておかないとこのバロンの覚醒が辛いという状況になっております。家電流暢は不発、フォースアコードはしっかり苦しぶる。さあここでしっかりしのぐことに成功。お互い見合っている状態だが、さあ飛び込んだマリオ JPN にダメージ、ここで群れの襲撃。さあアトラスだがアトラスの健康かかっているので、群れの襲撃はここは防がれてしまう。さあ裁きの歌はしっかり、クルーシブでブロックすることに成功しましたが、ただちょっとフォートレスの犬がまだ倒せてないので、バロンに対してかなり致命的なダメージが入った。ここで再生の泉、さあ泉差があるぞ、ヌルゲーミングがまだあります。さあここで再生の泉を使っていく。ジャンプレットはしっかりアフロディーテブースで回避しているが、フォートレスが残っているが、最後はフェイントハートプラス燃焼のダメージで1キルを獲得していったのはヌルゲーミングです。やっぱりあの1人にフォーカスが集まって、今だとブラックエザーにフォーカスが集まると、この単体回復アダージオの回復というのはいきますね。いい形で活かせていたので、まあ HP 状況というのは有利が作れていましたね。やっぱり追ってる戦い強いですからね、ヌルゲーミングのキャプテンアダージオは。まあそしてブラックエザーとの相性もいいですよね。そういった形によってうまく生かしたような形。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはヌルゲーミング、お金差は逆転することに成功いたしました。
これでバロンが着々と育つ時間を与えることとなってしまいましたが、まあ、レベルはもう12になっているので、最長射程で非常に厄介なバロンが完成してしまいました。まあ、これ最後というか、まあ4武器トルネゾリがいくかなと思いますけど、これ出来上がった瞬間にこの長射程からどんどんダメージはされるので、出来上がったが最後ボックスで対抗するのはかなり、難しくなってしまいますからね。まあ、無理やりにでも近づくしかなくなってしまうので、なかなか対応っていうのは難しくなると思いますが、サダージオはこれはエコーですかね。エコー回復もしくは、まあ、エコーさばきの歌はほとんど決まらないと思いますから、やはり回復になるんでしょうかね。もしくはクロックワークに行って回復量を上げつつクールダウンを上げるっていう形かもしれないですね。悪くない判断ではありますよね。その、まあ、スキル2にもねしっかりクリスタル力が乗りますので、しっかりとね使えるといったところでしょうが、さあウォードレットで攻めていく、クイブル当たっている、かなりのダメージ、フォースターコーダーソングハナのみ引っ張られている、さらにここから追われる状態。さあアトラスの健康はなんとかかけましたが、この機動力かなり厄介だ。さばきの歌を使っていくがブロックされている。さあ強力ソニックズーム、スタック20のダメージが効いています。さあここでさらにソング花も落としてトリプルキル、アフロディーテ。さあこれによって 3-0 エースを獲得していったのはチームクリエイト。しっかりと浮いていたトッシャトを狙い下がらせ、そして次に浮いたブラックウェザーからフォーカス。いやーウォードレットで触れられたのはでかいですね。しかもクイブルも当たりましたからね、まあ、ジャンプジェットしてはいましたけど、これもスタンになっていたのでですね、ここはうまく下がれましたけれども、ただこれでも完全に HP 有利を作って下がらせて、ジャンプジェットも2発飛んできてないので、まあこういうね追う試合展開についてはもう間違いなくフォートレス強いですからね。強いですよね。そして前から溶かす判断、しっかりスタンはブロックして、そしてこのソニックズーム、ソニックズームがダブル634ですかね。すごいバース出てますよね。そしてこの子犬がずっとトシサトを殴っていてミリ倒せてなかったのも大きいですよね。ですね。それによってその足は遅くなりますからね、あれをもらってしまうと、まあ、致命傷も入りますし HP のパーセンテージダメージももらうというところで非常にきつくなりますよね。さあそれによってファーストクラーケンを解放したチームクリエイト。さあここでブレの襲撃入ったぞ。アトラスを使っているがアフロディーテはフリー、フォースターコーダーしっかりブロックしているが、さあアンチフェーズから一気に前に出る判断。さあソングハナに対してかなりのダメージを与えている。さあここまでできたアフロディーテ、さあ落とし切った素晴らしいボックスの動き、これによって強力でありましたソングハナを落とすことに成功。さあこれでクラーケンまだまだ HP 残っている状態で3本目確実に折れますね。ですね。さあフリーな状況、アトラスの健康がない状態ですからね、悠々と折れるでしょう。さあこれでタレット2本折ることに成功しました。いやタレットさんも作りましたし、これでまたまた逆転の逆転、クリエイト側がまたお金さんも勝ってますね。いやこのオブジェクトさによってその視界さも生み出すことができますから、まあ、奇襲もしやすくなって、まあそうですね、このバロンがね簡単に動ける状態を作れないというところ、セントリーも今倒したのでこれでまあ視界も取れてますよね。かなりアフロディーテがねフリーで殴れているのがでかいですね。そうですね、まあ、アトラスやっぱり使わないといけないかなっていうところももちろんですし、マトラスだけじゃちょっと無理かなと思うのでしっかりダメージ浴びせないといけないなというふうには思いましたね。さあアトラスをねしっかりとかけて、それによってバロンもねアフロディーテを殴れる状況というのが理想形ですが、さあウォードレット吐かされてしまったぞ。そうですね、これもアダージオの難しいところですよね。エコーから行っているので前から溶かすということがクリエイト簡単にできるというところで、追い性能が高いですからもう本当にフォートレスのスキル1をもらうだけで、まあ、簡単に追いついてしまう。ウォードレットをスキル1打たれる前に使っておかないといけないというね、かなりシビアな状態となっております。まあ、触られてパルス当たった瞬間かなりね、アダージオとしてはまずい状況になるので、それを避けなければいけないというところでウォートレット吐かされる、まあ、1分間自分たちから能動的に仕掛けるということは難しくなりますよね。バロンようやく4武器が完成しましたが、なんとかなるか。これでバロンは育つことには成功しましたが、いい集団戦を仕掛けられてしまうと、いくらバロンといえども防具をほとんど積んでいないバロンですからひとたまりもないでしょう。間に合ったかと言われればギリギリ滑り込みセーフかアウトって感じでしょうね。次の集団戦勝てれば滑り込みセーフって感じですけど、次の集団戦負けてしまうと、まあ、ギリギリ間に合わなかったっていう評価になると思うので、ですね、これはもう本人次第と
言わざるを得ない状況。さあ早速お互いウォードレットを使ってサマリオ JPN 逃げる術がない。これで家電流暢なども使っているが、最後に再生の泉だけは打っていくが、さあ機動力速い3匹残ってるぞ。犬がさあバラの革命でなんとか勝利はしましたが、触れた、入ってしまった。お風呂に行っても決めた。これによって2キル獲得、クラーケンを悠々とやれる。さあキャプテンアダージョの欠点を突かれた形になりました。ビビ回し見逃しませんでしたね。前からしっかり捕まえる動き素晴らしいですね。これによってクラーケンはまあ間違いなく解放という状態になっております。スティールもちょっと狙えないですね、まあ、家電流暢を持っているバロンも落ちているとなると、これをスティールすることというのはまあほぼ無理でしょう。まあ、このフォートレスという存在がありますので、まあ、ちょっと前に出ても機動力の速いブラックフェザーですら逃げられないので、ちょっとリスクが高すぎるのでどうしようもない。バロンもきついですよね。ジャンプジェットしてもなおこのウルトの狼たち追いかけてきますから、ええ、まあ、ジャンプジェットの後でも A スキルがもう4秒に1回今使えてますかね。そういう形でしかも A スキル上げしてますから、かなりクールダウンも速いですし効果も高いので、もう延々走って追いかけてきますよね。非常に厄介なこの群れの襲撃というスキルに、もう何かしらね対策しっかりと引いて処理していくという判断を求められますが、やっぱりここまで後半伸びてしまうとフォートレスかなり強いですよね。クールダウンも早いし、まあ、ダメージも出るし味方を援護する力というのも高いですからね。かなりバーストも高いので要注意なところではあります。さあフォースアコードも上がっている状態です。さあちょっとフォートレスのウルトというのはまずはスキル1で一気に近づいていく。家電流暢はしっかり回避、アトラスもブロックしてる、アトラスもブロック、サマリオ JPN もブロック。さあここはフロントラインから溶かす動き、エコーさばきの歌ですが、ここはしっかり対応している。だがトシサトがフリーで殴れていますが、ようやく通常が入って1キルは獲得した。だが X セラフに追われているソングハナ、さあここはスキル1で落とし切って、あとはこれは時間を稼いで待つだけ。タレッユースタレットが折れたら X セラフ、準備開始。いやどうだ、どうするんだ、逃げる、おっと中途半端になったがやめましたね。うん、間に合わないという判断でここはエンドイットは狙わない選択肢にしましたね。まあ、むしろやられてエースになった方がまずいっていうところで一回まあ安全な動きをしましたが、ヌルゲーミングとしては命拾いしましたね。ですね、なんとかチャンスにつなぐことはできましたけれども、まあ、依然チームクリエイト側が強い、状況であるのは間違いないでしょう。まあ、ここからお金さないですからね、この状況は、まあ、バロンのポテンシャル一つでここから逆転するのはかなり苦しい。まあ、フォートレスの犬をしっかり除去してから反転っていうのしかちょっと勝ち目はないですけど、1枚のアトラス悠々先ほども反射してたので、ちょっとこのアフロディーテボックスを止めることをしっかり考えないと、まあそう簡単にこのボックス止まらないかなっていう感じですよね。かなり難しいことを要求されていますヌルゲーミング。アトラスの健康1枚確かにしっかり対応できていました。そのアトラスの健康が使えない20秒で十分誰かを落とす力を持っていますこのボックス。バロンがしっかりと対応しないといけませんけれども、バロンはこのフォートレスを処理するので精一杯というようなのが、現在の状況です。フォートレスのウルトがかなりきつそうですよね。もっと吠えたぞ。早速さあこれでリコールできない。さあバックドアを狙っています。さあこれでトシサトは帰りましたね。帰れましたか。中途半端な感じになってしまった。さあとなるとこれは U ターンだが、誰か一人でも落とすと状況は大きく変わる。マリオ JP で捕まった。これはもう誰かを落とされてもしょうがない。アクロニーテも殴られている。家電粒子これなんとかフォローしますが、さあこれはいい群れの襲撃になったが、かなり粘りましたがここで1キル。さああとはトシサトがこれはダメージを出し切るしかもう勝ち筋は残っていない。アクロニーテしっかり殴っていますが、やはりブレーキングポイントが溜まっている状態ですとどうしようもない。さあ残ったソングハナですけれども、もうほぼ無視でも構わないぐらいだ。さあアクロニーテがこれは向かっています。そして X セラフは処理、まあ、ソングハナのダメージは非常に強力ですが、これは中断戦勝たなくてもいいというわけですからね。まあ、時間をかければいいと。ここはアクロディーテがしっかりと、クリスタルを割り切ってチームクリエイトの勝利という形となりました。事態は3戦目にもつれ込みます。3戦目どちらが勝つかわからない試合になりましたが、いやーポートレスというねピック